はい、ということで、移動しました。背代わりをいたしました。はい、あのちょうど片付け終わる頃に、ちょうど船長がもうそのまま直接来て、あれ電話、あれ電話乗ってないのにな、と思って、そしたらですぐ電話鳴り出して、ちょっとうねりひどいなみたいなひどいっすねっていう、どうする変わるみたいな、変わりますって。ただうねりがこんだけね、こう大きいというか波長が長いから、多分ちょっと地肩寄りになるけど、多分そこしかねえわみたいな、なんかそんな感じで、で他の人はもうだいぶ背代わりしてない。船長の話では、いやもう背が変わるとこないよ、こんだけあれ、あの 波というかうねりがね、あれしてたらみたいな話でしたね。まあしょうがないです。さっきのところでやってても、もうあの、なんていうの、ストレスあのかこっからの風とこっからのさらしとぶつかってドーンと流れてみたいなストレスでしかない。まだこう、どの道ね、どの道そんなに釣れないなら、もうすぐゆっくりやれる場所がいいじゃないですかまあこれ好みによりますよね。まあ、さっきの場所で我慢する人もいれば、自分はもうさすがにね、ある程度ならまあいいんですけど、風かさらしかどっちかなければ全然いいんですけど、ちょっと両方はきついなというので、なんかもうちょっと落ち着いてね、したいなということで、背代わりしたわけです。でちなみにさっきの場所からそんなに離れてない。ここ分かりますまあ地方、まあ地に近いから地方よりっていう言い方で合ってるのかな。自分はね、ここに、人が上がってるのを見たことがないです。自分は見たことないです。大会とかで使うんじゃないっていうぐらい、あんまりこう、ここで人上がってるのマジで一回見たことないです。ちなみに、ここね、こういうとこです、こういうとこ。周りを映して。まあ、確かに地方寄りって言ってるけど、まあ確かに地方寄りですよね。こんな感じ。こんな感じ。あ、今、こうちょっとヒントが見えちゃったね、ヒントが。はい。知ってますこの場所。まあ今、こう上がってましたね。ちなみに、これが地の黒島。で、これが沖の黒島。で、このちょうど真ん中にあるのが、船上ですね、これ。ここが船上です。ちっちゃくこうあるのがね。で、これが甲田前です。だから、まあ、地方寄りといっても、まあ、実際そんなに離れてない。だからさっき、船上にいたから、船上の向こうのね、水鳥梅にいたから、まあ行っても船で5分もかかってないんで、なんなら長田からすぐここみたいな。知ってますここ。いや確かにこう見ると、ね、まあ時間頼りだけど、ね、こういうとこ。多分あの辺がおしでになるぜ。この辺。今船が通ってるとこの向こう側。あの辺がおしで周りじゃないかな。朝ね、なんか船上げようとしてたけど、なんか多分波が高くて上げてなかったんじゃないかな。なんか船が着こうとしてたのよ、朝一。でもそのままなんか離れてなんか向こうの方に走っていったんで、多分それでこうあれじゃないかな、こうあの辺も波が高いっていうのを知ってたのかな。地方っていうかね、大体押しで周りに回されるんだけど意外と来なかったです。まあでも見てると、まあ、波高いのは高いけどね、まあ、その辺ちょっと沈み瀬がたくさんあるから、そういう見えるだけじゃだけですけど、まあまあ高いままですけど、向こうからこっちに来てもうめっちゃ穏やか。あ、これはストレスなさそうと。で、言っても、まあ、あの、まだ大きく、大きく時間というか、そんなに地方に行ってない。もうちょっと本当マジで、あっちというか、押し出回りとか行くかなと思ったら、そうでもなかったです。船長がね、あの、長田を回った時に、ちょっとニヤッとしてたので、ニヤッとしてた。ちょっとあっこに下ろすか、みたいな。ちょっとニヤッとしたな。あー、なんか怪しいなと。あ、でもこれまた押して回り行くんだろうなと思ったら、ここで降ろされました。で、一応船長の話では、結構まあまあ面白いとこよっていう話でした。いや、俺上がって見たことないんだけどまあでも言ってもね、もうしょうがない。こればっかりはね。あの、ほんと、波高いね。ここにいると、なんかめっちゃ穏やかなんだけど、波とか、うねりがな、うねりで波長がぐーってこう、高いで、みたいな。波長が長いって言ってた、船長もそもそもね。だから、いや、多分上がるとこないよ、つって。いや、向こう半島周り回っても、多分、このうねりの、なんていうか、こう、あれだと、上がるとこないから、みたいな。まあ、もうちょっと地方寄りになるけどっていう話、もう最初からそういう話でした。電話の時はそう言ってた。まあ、ちょっと、こう、落ち着いたところというか、まあ、まあまあね。
さっきのところに比べたら全然ストレスないから、こっちがもっと気楽にできるなと。だからです、まあまあ面白いって言われて蚊に食われてる、蚊に食われてる、蚊いいなと思ったら、もうこの服の上からこうやって、いやさっきの水鳥の時結構蚊がいたのよ、めっちゃ蚊がいたのよ、結構てかもう暗いうちからライト出てめっちゃ蚊が飛んでたのよ。そのうち食われるだろうなと思ったらマジで食われてる、マジでマジで食われてる、蚊めっちゃ蚊いい。服バッてやって見せてあげたいけど長袖だからさちょっと無理なんだけど脱がないと思う。でどうしようかな、タックル落としますか。うん、まあ、でかいの出るかどうかわからんけど、船長の話では面白いよとは言ってたんで、まあ40ぐらいとか出るのかな。いや何センチが出るとかは一言見てない、うん、勝手に想像です、想像でね。ここでタックル組み直します。もうやっぱサイズがねちょっと落ちるっていうのであれば落としてやった方が自分はやりやすいんでね。だからこういう時のために、こうやっぱライトタックル、ライトって言ってもワンランクしか変わらないけど行きましょうか、久々にこの竿を、はい、ということで、タックルを新たに組み直します。まず竿ですね、竿、シマノ極小、1号50でございます。現行モデルですね、21かなぐらいの、まあ、現行ですそうですね。でリールはハイパーホース、コンパクトですね、2000番です。で、道糸は、ワールドプレミアムの 1.2 号、はい、これでいきたいと思います。とりあえず、まあ、だいぶライトタックルにして、でさっきちょっと地形の方見えてたかどうかわかんないですけど、もう地形だから浅いのよ完全に浅いのよ。そうだから、何が言いたいかというと、いやこんなとこに来るなら、そうこんなとこに来るならエギングを持ってくれよ。だそこ藻があるもんだって藻があってさ、浅場でさ、ねこうねね、岩場がいっぱいあって完全にエギングの場所じゃねさっきの水鳥場合みたいなねあんなとこだったらさ、あのなんていうのかな、ね、ちょっとエギングしにくいけど、もうめっちゃエギングの場所、もうだってもう完全にねイカ溜まりますよみたいな持ってきてないですよこういう時に限って持ってきて、浮きはとりあえずこれですね、山本工房レギュラーサイズ、0の01です、はい、0の01、さっきまで使ってた、浮力が02ですね、レギュラーサイズの02で今回は01です。01多分ね水深があんまないのよ、だからそんなにこうドンと深く入れる必要ないかなっていうので、でもこっち浅いからさ、こっち側はね、あの底が見えてるから浅いから、だからこっちもそんなにね深いわけじゃないと思う、多分10メートルはないんじゃないかな、おそらくね、おそらくふわっとふわっといるかなといった感じです。で、ハリスはこれ、シーガーグランドマックス、1.2 号これでいきたいと思います。とりあえずパパッと食いますか。はい、ということで完成しました。白飛びしてるめっちゃ白飛びしてる。針は、さっきの針ですね、さっき使ってた針をそのまま使ってますさっき使ってた中古です中古あのここにねここに収納してたの、ここにね収納してたのを出して、結んだだけです。だから針は変わらずかかりすぎ口太の5号ですね。はい、ということでやっちゃいますか、ゆっくりのんびり、まあ、潮がねあんま流れてないんですよ、なのでまあのんびりできるかなって感じです。とりあえず、ちょっとアクエリアス飲んでやりたいと思います。はい、というわけで1投目でございます。このもう先端からとりあえずまっすぐに流してます、まっすぐ流してる感じです。でどこ狙っていいかわかんない、まあ、そちら辺もさなんか泡が来たから、なんか潮がこうちょっと流れが変わるのかなっていう感じですかね。うん、まあちょっと流してみないと分かってる。なんだかちょっと怪しかったです。面白いかな。はい。まあでも潮がね、もう流れてないね。うん。どっちかっていうと、向こうに行ってるのかな。ほぼ流れてない。ほぼね。です。流れてなさ、あ、そうだね。向こうに行ってるね。うん、向こうにね。
行ってる感じですけど、ちょっとこう、さらしが、手前のね、なんか弱いさらしがさ、出るのよ。これがちょっと引っ張って仕掛けが若干入りづらそう。どっち狙うのがいいんだろうね。こっちがいいのか、こっちがいいのか。まぁ、ちょっと流してみないとわかんないですけど。まぁ、真っ黄の後はね、あるんですよ。あるんで、ここで、まぁ、最近誰か上がってやってたのは間違いないって感じ。あ、仕掛けが戻ってきてんの仕掛けが若干戻ってきたの。え？買ってないよね、いつ。謎です。ちょっと仕掛けの入りが悪いな。ちょっと悪いですね。今より仕掛けが全く開いてない。どうするかな。もしこっちにあとはいいかな。全然仕掛け開いてない。ちょっと小さい、とりあえず小さいガン玉打ちましょう。ここで2投目です。1投目はちょっとこっちからアプローチしてみましょう。とりあえずあんまり遠投せず、餌取りもいないんですよ。あんまり遠投せず、泡の先端を狙って、よし、はい、バッチリ。あと1目入れちゃおうか。もうちょっと一杯だけ入れましょう。で、ガン玉は、とりあえず G6 を1個打ちました。さっきと流す方向が違うんで、何かしら違うようなあれになると思うんですけど、あの仕掛けの入り方はね。あんまり強い流れではないね、とりあえず。まあちょっとやっぱ地肩寄りになってるし、まあ、でもね、その辺が、岩をこうね、乗っかってきてくるから、そんなにこうあれじゃね、強い流れにはならないけど、まあ言っても、まあちゃんと地上的には流れてる感じはありますね。今これで仕掛けの入りがまあまあいい感じかな。まあまあいい感じ。ちょっと今潮がまたほな離れ出しましたね。今この泡がさ近づいてきてるので、また離れ始めた。仕掛けの入りはとりあえずちょうどいい。今ちょうどいいです。この速度ぐらいでいけば、自分の理想ぐらいです。魚切れば、そのまま食ってくるはず。という感じですね。ただこう、ちょっと糸の手がちょっと高いんで、もっと見つけくれればいい。まだほんと泡離れるな。だいぶどんどん離れてる。今ずっとこう来てたのに、今度急に泡ごと離れてるからね。全体的に流れてるんでしょうけども、今理想の仕掛けの入り方なんですけどね。いれば食うんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう。餌触ってますね、これは。グレっぽい。ぽいですよ、ぽい。グレって書いてない。グレっぽいです。いるな、いるぞ。いや、なんか当たりっぽいのあったんだけどね。波か、わかんなかったのよ。波か魚か、わかんなかったんで、合わせなかったんだよね。まあ、大きいか小さいかわかんない。食われ方見るだけね。グレっぽい、ぽいなっていうだけよ。なんかあの座れてる感じね、中身が座れてる感じが、うん、だけです。確定ではない確定ではないです。あー、しかしあれだね、釣りやすめっちゃ釣りやすい。このちょっとこうね、緩やかにこうね、潮が流れてるわけよ、うん、ゆっくりね、このなゆっくりの流れ、もうほんと釣りやすい。いいね。さっきと全然違う。あのガシャガシャの中ね。やばかった。ね、さらしにこうね、どうやってさらしを回避しながら、
ハラシをどうやって回避しながら、あの風をどうやってあれするかみたいなさ、大きく場所ね、場所移動までして頑張ったんです。ここはもうそのまんま行ける、全然行けちゃいますね。あ、潮が若干弱くなったかな。ちょっと仕掛けの入りが今度は早い。